25日0時にルセラフィムの日本デビューシングル曲フィアレスジャパニーズバージョンの MV が公開されました。所属事務所によると、今回の映像はボードゲームチェスでどこでも自由に動かせる最も強力な駒クイーンを素材にして、最高になりたいルセラフィムメンバーたちの強靭な抱負を表しています。公開された MV はルセラフィムのかっこよさが際立つダンスから始まり、序盤から視線を圧倒します。途中に出てくるピンクのヘアサロン、チェス盤を連想させるステージ、ネオンサインの背景など多彩な空間を行き来し、まさにガールズグループパフォーマンス最強者らしいダイナミックで洗練された舞台を繰り広げています。またピンクでポップな背景の中、ネイルアート、ヘアスタイルでそれぞれの個性を表すかと思えば、鉄パイプの足場でクールにポージングする姿など、ルセラフィムならではの縛られない自由さを見せつけており、特にチェスでは揺れることなく前進し勝利を勝ち取るクイーンに自らを重ね合わせ、周りの目を気にせず堂々を前に進むという曲のメッセージを表現しています。このようにルセラフィムらしさを存分に差し込んだ日本語版 MV、 公開された YouTube のコメント欄には、伝説のように火の打ちどころがない、日本語版素晴らしい、一から作ってくれた運営さん最高、どの衣装もかっこかわいいなど高評価であふれていました。しかし表向きの評価とは裏腹に戸惑う意見もあるようで、掲示板に日本語版 MV の公開が知らされると、なぜこのようなコンセプトになったのか、ローカライズされたね、本当のルセラフィムが持っている強みが一つも見えない、スタイリングなんか残念、フィアレスはブラックなイメージ、日本の感性に合わせて作ったのでしょうなど、ネガティブなコメントが多く寄せられました。今回公開された日本語版 MV は、格好良さが際立つ原作 MV とコンセプトがかなり異なるため、賛否両論が巻き起こったようです。Thank you.